はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス。またやっていきます。無事にターミナルの方から客車を引っ張り出してきて、で、キャラバンがちょうど到着したので、攻撃すると。OK、港に向かう。じゃあもう港に敵が来てんのかもしんないから、ドンパチやっていこう。まあ、可能な限りステルスで。で、武器をちょっとね、変えてみて、カラシニコフからこのなんだ、SMG っぽい武器。マガジンが初期状態だとあんまりないんだけど、ドラムマガジン持ってたから、これに交換して、ワンマグにつき50発かな。50発入る武器。まあでも、サプレッサーつけてないから、隠密で行くなら、リボルバーに頼っていこう。クレーンの上。あ、アンナはもう事前にクレーンの上の方に行ってたのか。さて。お。ん？あれは。おい、おめえはそこで日暮れまで休んでおいた方がいい。俺はここで待機してるから。日暮れ、あ、そっか、今。朝だもんな。っていうか、こんな下あったんだ。ここ行ったことない。ああ、でも、ちょっと今はいいや。で、なら、クレーンの方に行って、一回、夜に。するにしても、こっから上に行けないもんな。どこのことだ？なんかこの辺の寝るところはクレストの隠れ家しか知らんけど、今上行ける？あ、こっから上行けばいいか。じゃあちょっとこのまんまクレストの隠れ家行って寝て夜にしちゃおう。暗くなるまで待った方がいいかしら。アンナがこっちだった。あれ、上にいたの誰だ。寝床こっちだもんな。というか、それならこんなサブ武器にサプレッサーつけて戦ってないで、やっぱ AR とかに切り替えてサプレッサーつけるべきかな。あ、でもせっかく別の武器にはしちゃったから、これをサプレッサーにしよう。ただダメージがめっちゃ低いから、何発か当てないといけないかもしんないな。まあいいや、夜にしよう。よし、やりますか。とりあえず建物の上に、でデコイとか投げたりしてちょっと分散させては倒すっていう感じでいくか。
からなんか見えるかな。そこに2人でしょ。あ、そこにも、ん、あれは、うん、あれも敵か。スポットとかできたらいいのにな。バレた時はドンパチだ。みんながどんぐらい援護してくれんだろう。そうだ、リボルバーに4スコつけよう。よし、結局リボルバーの方が火力が十分強いから、これでワンショットで倒していった方が良さそう。まずこいつやっちゃおうかな。よし、あ、そこにもいる。うん、あっちもか。これ距離で弾落ちてるっぽいな。ちょっと警戒されてんのかな、向こうだけ。いや、大丈夫だ。これ完全ステルスは無理くないか。そいつはやれるかな。あ、こいつはやれそう。遠すぎたか。よっ、あいつやって大丈夫かな。こっから撃って警戒されないかな。なんだ、ただのゴミか。よし、問題は入り口にいるあの3人だ。あれ、1人乗ってる。あ、もう1人いた。あ、もう一人いる。じゃあこいつはやるか。もうアグレッシブに行こう。バレたかな。まあいいでしょう、やろう。あれ、こっち完全にバレてないのかな、場所が。まだアンナとかが攻撃の合図してない。あ、よし、あ、バレてない。くさい。警戒中か。ならもう少しずつ減らしていこうかな。あとはどこだ。あ、いた。あとはまだいるっぽいけど、もう潜入しちゃうか。2人ぐらいかな、あと。
こっちのセリフだが、どこにいる？あと一人。おっと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 。貨物の間に狭いスペースがあるわ。なんとか通り抜けて。あ、これは。こん中だな。何？もう周りで大量にキャラバン死んでんのに、その言い草は。一体どうしたんだ？知らなかったのね。それはしゃあない。知らなかったのね。この人キャラバンで一番かっこ悪いぞ。全員やったかな。あ、てか地下から来るという選択肢もあったのか。お、あ、びっくりした豚。っていうか待てよ、まだいるかもしんないんだ。気をつけよ。今みたいに知らないやつがいるんだから。休憩中のやつはいない。橋桁の間に浮きがあるわ。船の外を登って。内部で行きます。あ、あん中いそうだな。というかさっきのなんでバレなかったんだろう。でもバレたよね。ある一定範囲の人物だけにバレるっていうパターンもあんのかな。いない。声がしたんだけど、こっちか。あ、いた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 。あ、突然の襲撃で暴殺されるか。このまま暇すぎて死んじゃうか。急にこっち向くのはやめような。あとはもういない。結構中入ろう。影に隠れて。よし。撃つな、撃たないでくれ。金でも商品でも持って行ってくれ。次には全部やが落ち着け。俺たちだ。よし、確保。お見事だ、アルチャム。だろ。アルチャム、こっちはみんな無事よ。お見事ね。いや、みんな何もやってなくね。静かに遂行できなかったのが残念ね。しつこ。みんな準備はいいか。まだなら早くしろ。無駄にできる時間はないぞ。静かにやったつもりなんだけど。俺たちには運が必要だな。それと声が響いてる。よっしゃ、持ち場について怒りを上げろ。まずは半分くらい進んでから足の草むらで4時頃まで待機する。目的地には早朝に到着するようにしたい。霧が一番濃い時間帯、朝の礼拝が終わって信者どもが眠たくなってるところを狙う。オッケー。静かにやったつもりだったんだけど。アルチョム、リューク、最終段階に入ったぜ。ほら、あのてっぺんにあるかがり火が見えるか。かがり火、あれが制御室だ。いや、元と言った方がいいな。今は祠になってる。天に近いとかいう理由でな。そこがお前の目的地だ。警備は俺が引きつけよう。そっか、この人ら電気嫌いだもんな。やたら。
れて隠れて狂信者。よし、アルシャム、行くとするか。先に着いた方の勝ちだからな。頑張れよ。デュークは気をつけろよ。潜入完了。さて、ちょっとスコープを外そう。リフレックス、オッケー。リボルバーが万能すぎる。あ、でも弾が。どこ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 。消すか。できればテイクダウンで弾を節約していこう。と、休憩中ですか。よっこらちょっと。カルドの人ならザーリーフィッシュにめっちゃ食われてたけど、主にターミナル。これは？ああ、ちょ待って。明かりオフ。1人？ 2人？スルーしてもいいな、別に。実はサイモンが戻ってきた。戻ったって。一人だね。アイツとシリルは悪魔を根絶やしにすると誓っただろう。なのに戻ってくるなんて。聞いてないのか。一人か、本当に。行きようと。あの新顔の連中の一人に逃がしてもらったんだ。よし。サイモンはおじけづいただけさ。あそこには行くなって話ばかり聞いてたから。違う、そうじゃない。あいつは帰ってくるなり教会で大騒ぎして自分の意志を貫いた。だからサイモンの代わりにあの異教徒に祈りを捧げるんだ。いいな。冗談だろ、異教徒のために。まあ神はお喜びになるだろう。とサイモンはこの人の中でもちょっと揉めたりしてんの。それから十字を切って祭壇にキスをして戻っていったよ、悪魔どものところ。ここ開く？お、あ、だがてか開けてもダメだ。下行こう。待って、これは正しい進行方向なのかな。あ、向かい側に行くこともできるんだ。このまま。このまま揃っと行こう。話してる人らは話し終わったら大体分散してくれるから、ちょっと待ってみよう。いけるかな、勢いだ。ガラスが割れる音したけど、セーフか。セーブ。
ライトオフ。いける。あれ、行き止まり。あ、これか。急げ。セーフ。おお、いいよ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 。オッケー、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 オッて、脇からいかんと、これは秒で死ぬ。それとも私もここでせっ、あそこが制御室なんでしょう。この人ら電気嫌ってんなら何で制御してんだ。で、これどうやって。アーメン。え、これドンパチするしかなくね。ロック機構そういう感じか。これ乗り越えできるのかな。あ、できた。いや、でもさ、アーメンなんだけど、いけるか。ああ、待って、これいけないか。ダメか。一旦戻ろう。さあ考えよう。どうしようかな。今のがバレてないのがおかしいぐらいだけど。今僕の脳みその中ではあの錠前を打って破壊するしか思いつかない。だけどこっからは見えないんだよな。でこい。でこい、あっちの方に。よーし、よし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 。
こいつはテイクだ。だからね、テイクダウンしようとしたときに振り向くなと。アーメン。よし、少しずつ接近してるぞ。多いな。これもいつ見つかってもおかしくねえ。ああ、セーブ。ここまで来たらもう全くバレずに来て。いや、きついな。後ろから行くしかねえ。よし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 。ゴールかな。強制通せよ。突撃。よし、デュークも来た。話が通じた。できることはやったぞ。だから撃つな。運転手には徐行するよう言ってくれ。橋は脆いんだ。崩れ落ちるかもしれん。オーラ、エヴァ落ちる。お前たちは手を出さず徐行するな。止まるな。繰り返す。止まるな。おし、うまくいった。